ん？お、なんだ？あの外国人俳優風の男性は。怪しい男の人。まあ一応話は聞いてみるか。怪しい男の人。警戒はしとこう。悪いな。人を探してる。みんな人を探してるじゃん。俺くらいの背丈、顔に色白だね、おじさん。黒い T シャツの男を見かけなかった。そんなのいっぱいそう。後ろ走ってるよ、後ろ後ろ走ってない？俺くらいの背丈、後ろ走ってるよ。あ、でも頭に怪我してるかわかんないな。あえて見かけていないと嘘をつく。あ、今走ってんの本当にそうなのかな。なんかな、このおじさん、なんかこのレザー風のシャツすごい気に食わないから嘘つこう。何そのネクタイ。レザー好きかよ。なんか見た気がします。逃げ足も早いやつだ。夏臭そう。え？悪行ポイント？そんな制度が？あるって知ってたら言わないのに。勤めていい人になったのに。繋がらないな。電話を気取った持ち方でかけている若者、どれどれ？あー、確かに。なんだよ、その足。なんか顔がちょっと、平成のぶしこぶしに似てるのかなと思いきや、まあ、似てないかなっていう感じの顔だね。あ、でもちょっと似てるね。カメラ目線だと似てるね。学生らしき二人組のうちの一人。何？就活？混ぜて混ぜて。あたいもそこの企業受けようと思ってたんだよね。ちょっと話しかけられない。面接始まっちゃってる？始まっちゃってるよ、もう。行かなきゃ。あ、面接なのにそのグレーのスーツで来たの？まあいいと思うけどさ。最近はそういうのなんか、ないから。面接始まっちゃってるよ。気さく。最近の就活ってあんな感じでいいんだ。で、金髪の私が言っています。これ上に乗れないのかな？ふん！てか、青いベストの女の子とか、いないな。探してみるか。お、危ない。うわ！ちょ、待って。なんだ。あ、見えない。見せられないよ。お？危な。じゃああんまり長く留まらない方がいいのでは？どっちだろう。日賀さんがここにいるから、アパレルショップこれ上とか行けんのかな？もしかして。ちょっと行ってみるか。試しに。お、リュックを手に入れた。閲覧。リュック。災害時に両手を開けておくことは、なるほどね。リュック内の物資の入れ方は重いものを上に入れると歩きやすい。そうなんだ。知らん。知らなんだ。大丈夫？これ何？男性用水着を着用したマネキンじゃん。このコスチュームをデザインした人はセンスがいいわ。センスがいいわと思った。センスがいいわと思いました、私は。おかしいわね。鍵？ 3 階の鍵もデザイナーの明美さんもどこに行ったのかしら。え？鍵？明美さん探さないといけないんだ。はっ！大丈夫か？伏せなくて大丈夫か？伏せないと転んで死ぬぞ。いやでも意外と、あ、動けるんだこれ。意外とここら辺は倒れてくるものがないから。でも壁が落ちてくるかな。まだ揺れますね。あけみさん。あ、いた！あ、暗。嫌がった。こら！そこの。あれ？さっきのミニスカ女もいるじゃん。ちょっと腕がたくましくない？エリさん、どうします？どんなキャラだよ。そうにないですけど。射程か？可愛くないものはふさわしくないわっつって捨てられそう、右の女。私たちに何かよ。まあでも学校抜け出してるぐらいだからちょっとやばい子たちなのか。先生が待ってるのよ。叱りつける。お客様。ちょっとあんまり可愛くなかったからな。
まあ私もそこまで年いってないけど叱りつけてみるか。あなたたちは翡翠学院の学生ね。学校はどうしたの？どうしたの？何？気味悪い。不審者。きっと比嘉先生じゃないかしら。お、理解力のある。名前なんだっけ？新人エリさん。さすがエリさん。きっとそうですよ。エリさん。どうします？なんだよこのエリさんじゃない方はどんなキャラだよ。そうですわね。可愛い子の取り巻きだよ。知らせてくれ。エリさんはなんでその喋り方だよ。帰れよ。帰れよ。帰んないもん。比嘉先生呼んできた方がいいんじゃない？仕事の合間に抜け出してきたんだけど、会社は大丈夫かしら。あれ、この人さっき下にいませんでした。一応、比嘉先生に一回会いに行ってみるか。3階にも行きたいんだけど。比嘉ちゃーん。比嘉っちー、いたよー、二人。比嘉っちー、比嘉せん。いたわよ。伝えました。そうですか。二人は無事でしたわ。無事でよかったです。もう一人は知りませんことよ。私のこと信用していないんでしょうかね。舐められてますわよ。比嘉せん？比嘉せんどうした？あ、腰掛けるのね。路頭に迷うのかと思った。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。嘘。結構前のシリーズから先生やってんじゃん。なるほどね。そういうのがうざったいのかもしれないよ。もっと友達みたいな感覚で言ってもいいと思う。初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いや、おじさんから聞かされるよりは全然いいよ。お互い頑張りましょう。きっといつか。問題は、あなたの生徒との接し方にあるのだと思うわ。思うわ。いやー、こういう時にちょっと悪に徹しきれない。てかさっき悪行ポイントみたいなのあったしな。まあでも比嘉ちゃんはね、ちょっと好感度上げておきたいんだよね。恋愛イベントあるかもしんないし。いつかあなたの気持ち伝わりますわよ。ありがとう。よし、落ちたな。落ちたわね。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。びっくりした。水が吹き出てくるのかと思った。もう一人生徒がいるはずなんです。もう一人か。もう一人ね。二人知らないの？もう一人の子。いじめ。いや、でも三人組ってことかな。なんかもう一人ぐらい取り巻きいそうだもんね。あの感じだとね。おーい。ゆうたち。ひでみ。それは、ひろこ？手が焼けるわね。エリ、あと一人。何？なんだ？人柱か？あと一人。じゃあ上行ってみるか。お？なんだ？あ？ああ、真っ暗かと思った。これか？思い詰めた客だ。もう何もかも嫌よ。自信でも何でもいいから私の生活を変えて。なんか関係ないところで落ち込んでる人いる。大丈夫？この人たち。外に出た方がいいんじゃない？商談中じゃん。デザイナーの明美さんもいないし。明美さんどこ？ここまでということですな。むむ、そうですな。あれ？ 3 階これだけ？ドアを開ける。ここの鍵がないとか言ってたな。鍵がかかっている。明美さん探すかなんかして、ここのドアを開けんのかな。まあいいや。とりあえずもう一人探してみるか。不謹慎な女性じゃん。すごい、写真撮ったかーった。インスタに載せちゃーった。こっち行けないんかね。いつ崩れてもおかしくないなぁ。みんな大丈夫か？助けに行くべきだろうか？入れるとことかないかね。お、あ、てかこれじゃん。どうしよう。あ、メガネキャラだ。あ、かわいい。ごめんなさい。え、こんないい子そうなのに抜け出してきてるの？やっと見つけたわよ。やっと見つけたわよ。手間かけ
けさせるわね。なんだそのポーズ、なんだその顎。すみません。かわいい、かわいい、こういう子タイプ。あ、泣かないで、ごめんね。あ、山内さん、あ、ごめん、泣かした。ごめん、なんか泣かしちゃった。なんか、あ、よかった。私、あ、あいつらも来たわよ。ていじめてんじゃないの、ひでみ。ひでみあんた。さんさ。ひでみ、ちょっとメイク変えた方がいいわね。ちょっとね。エリとかは分かってて言ってないんだろうな。なんでこいつこんな落ち着いてんだ、エリさん。あそこをくぐっていけば向こうに、じゃあおめえが先に行けや、ひでみ。ひでみ。服が汚れてしまうけど。可愛くない子に仕方ないですもん、ね、厳しい。なんだそのピアス。危ないわよ。向こうに出られるかどうかもわからないし。引っ張ったらブルブル震えるおもちゃっぽい。ヒロコ。出た出た。ひでみさん、それは。ひでみさん。何言ってるの？そんな。あ、ひろこちゃん。ひろこちゃん、私がやる、私がやるから。それなら私が行くわ。そうだそうだ。何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助けに来たんだから。日賀さん、日賀先生、颯爽と名乗り出る。あー、美人の美人の彼女が、美人の彼女、冷静そうで向いていると思います。いちいち立ち振る舞いが鼻につく彼女が行けばいいんじゃないって、言いてえなぁ。言いてえなぁ、ここ。行くと言ってるんだから。いやー、なぁ、どうしよっかなぁ。しかし、この、あの秀美に生かした場合、なんかちょっと株があんまり上がんない気がする。あたいが先に行きますわよ。待った待った。くぐりますわよ。ありがとうございます。気をつけて。動揺はしないんだ。気をつけますわね。あ、やったー。8ポイント。行くわよ。行きますわよー。大丈夫かな、しかし。ずりずり。ずりずり。あ。でも行けんじゃん？う、頑張れ！早く！あ、ちょっと行かない方がいいんじゃない？おー。おー。いや、いける。ああ。怖ー。あ、いけたわ。え、なんもないんだ。意外といけるな。でも倒れてくんじゃない？これ。大丈夫？ちょっと危なそう。意外といけるのか？あ、来てるわ。あー、一番最後に来ればパンツ見えた。あれをくぐらないといけないの？危ないわね。ちょっとミシミシ言ってるし。ひでみが先に行きなさいよ。何よ、エリさん。ちょっと髪型が被ってるのよ、あんた。え？エリさん？え、どうしたどうした？何それ？急いで行きなって。礼とかいいから。急げ急げ。何流暢に手振ってんだ。え？あ？とりあえずいいのかな。セーブポイントがあるんだよな。ちょ、中央分離帯に大箱が生えてるわ。大箱で大箱でセーブできるわ。大箱セーブ。まあ、若い女と喋ったストレスを解消しとくか。やっぱ年を取るとそういうストレスも新たに加わるってもんよ。他に何もないんかな。ここにセーブがあるっていうことはなんか、なんかありそうなんだよな。もう早く行きなよ、陰にいないでさ、エリさん。こういう時は先生についていくものよ。進めるかしら。行きなさいよ、あんた早く。ひろこ、帰りたい。帰りたいよね。いやー、無理と思うわよ、あたいは。ダッシュ！うおー！あ、どうなった？あ、頑張ってる。
おお。いけたやんけ。ん？なんだこれ。大丈夫？なんか水っぽいけど、感電とかしないこれ。帰りたい。帰りたいよね。どうなってんのこれ。進めるかしら。これ私が先に進んでみせないと、進んでこれないってこと？そういうこと？あんたら何よ。カジュアルな女性。ここを通ると靴が汚れそう。粉みかん。油？これ油か。水っぽいと思ったら。これ危ないんじゃない？近くに車あるし。大丈夫？よいしょ。あれ？これどうやっていくの？開ける？押せそう！押せそう。衝突した自動車が行く手を阻んでいる。周囲はタンクローリーがぶちまけた油で歩きにくい。押せそう！押してみるか。トラックを押そうとしたその時！危ない！伏せろ！え？あ、やばい！やばい！せーの！せーの！必死に、必死に押せ押せ！わずかに動いた、しかし。先生！先生！どこから見ても手を抜いてることがわかるぐらい露骨に抜く。むしろ引いてみよう。比嘉先生！あ、みんな。生きていた中で一番悔しかったことを思い出せ！その結果？次回へ続く！